と時間短縮したいので早送りしますね。メモリが出てくるはずなんですけど、画面大きくしないからかな。ここの上に表記が出てくるはずなんですけどね、普通。ちょっと待ってくださいね、1分50秒頃から。さっきの音もあの車のドアの音だったんですけども、もう一回ちょっと聞いてもらいますね。結構ドアの音うるさいんですよ。さっきの音聞こえたと思いますけど、それ何回もしに来てる人ですね、コメント。黒い服を着た、メガネをかけた男性だと思うんですけど。開けていた男性の姿は撮影できましたので、ああいうふうに音で嫌がらせをしに来てるっていうことですね。普通ハッチバックなんか開けないんですよ。見に行ったけども、もうなくなってましたね。あ、正しい、ちょっと前に。この映像は役立ちそうですね。暴走車両のような改造マフラーと、ライトを点灯させる車両、夜に春山整骨院に泊まっていたのを、撮影して、老人男性が乗り込んでいて、そこにも、そこの住宅。この建物のところ、春山整骨院が組んでます。でただ春山整骨院は多分行政指導何回も食らって、指導されて、政府のものになってると思いますよ。だから政府のものになってるからといって、そこで何でもしていいかっていうと、勝手に車を止めたら、駐車違反で、その春山整骨院の向こうの方のね、駐車場のことですよ。罰金刑です。また改造マフラーで、ライトをチカ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 点灯させる、この車両じゃないんですけども、まあ、場所で言うとこういうふうなところ、カーソルの、この矢印のところですね、こういうふうなところをずっと常に点滅させてるような、まあ要するにヤン車とヤンキー車両と言われるやつですね。そういうのに、まあここの関係者の老人だと思われる人物が乗っていました。小太りの、白髪のものですね。でそれを日曜日とかのね、土曜日か日曜日かの夜20時過ぎかな、まあ、なぜ一回もその動画をアップロードしています。ち
ょっともう先まで行きますね。短縮させなかったか、俺見ていただいたら分かる通り、いちいち撮影するのがね、もう大変で大変で、この編集で。一応ね、撮影していたら喧嘩打ってくるようなことをするような人って少なくなるんですよ。防犯カメラ設置するだけでだいぶ意味ありますね。先ほど最後に、はい、女性の声が聞こえてましたけども、まあ、老婆だと思いますけども、まあ、こちらに向かってね、ごちゃごちゃ言ってきて、最後に、入って返事してるところで、多分、警察官か自衛官の方から、その携帯電話にね、直接アクセスして、人間が注意すると、そういうふうな形で、多分注意してくれたんだと思います。家の中ではね、僕の方ではどういう風に聞こえていたかって言ったら、こっちは電波で男性の声で聞こえてたんですよ。ここで本当に喋ってたらあかんからっていうような声だから、その声を、伝えてた人間なのか、ちょっとね、先ほどの話、今の説明、分かりづらかったと思いますけど、家の中のその電波で聞かされる声と違うケースがあるんですよ。まあ、一旦これで撮影終わります。これでもう8分ぐらいに短縮できましたね。この動画自体が、ね、その54分のもの、本当に大変です。これまたアップロードしてっていう作業が必要になってくるんです。